いや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 、早い早い、テンションが早い。おはようございます。おはようございます。あ、私顔作ってね。顔作って今すぐカメラが回ってる第一声、顔作ってない。カメラに集中しすぎて顔作ってない。カメラマンの、もうカメラマンの画ですね、鏡ですね。顔よりカメラ。温泉とか、今から他の3人を迎えに行きます。はい、そしてなぜか桃井さんが運転席、うん、はい、新庄美佐子と伊達あずみと浮田香菜子と桃井美鈴と月見麦です。はい、ということでラボがラスクへ温泉ロケだー、イエイ。ということで5人集まりました。1年ぶり。クッキーさんはすごいお久しぶりですよね。多分私の方がここ最近出演率高いと思うんですけど、ミスとね、ハマーさんがね、そうなんです。最近はいや、本当支えていただいてありがとうございます。今回は一泊二日の温泉ロケ、そして運転手桃井美鈴、たまに見かける光景ですね。そうっすね、この図ね、トークがつまらないで有名な大丈夫です、今日後ろがいるので。確かに安心。そう、ということで初めて後ろのカメラがつきました。いや、つけなくていいよこれ。え、なんで？重要じゃん。私寝る気満々だった。嘘。でもやった、今日楽できるわー。いや、やったぜ。今日はどこへ行くんですか？はい、今回はですね、福島のいわき市にあります温泉の方に、いわき、はい、行きます。でも普通の温泉旅館じゃないので、謎があるんですか？謎はないです。そうだ、ね、解かないと、あの、泊まれる場所がないです。はい、そうなんで、それはちょっと私も初めて行くので、着いてからどんな感じなのか、はい、見ていきたいと思います。はい、ではまずは運転手桃井美鈴でいわきゴー。安全運転で頑張ります。お願いします。すげえ写真のニュースに借りてるやつなんで。そう、ルミックスおソロじゃんと思って。本当ですか？うん、私 G8 あはんでもただ G っては書いてある。あ、これですか？うん、そうなんですよ。あんまり写真撮ってない。私ってちょっと切な的だ。その場だけ押さえてる。切な的やん、やばい。ライブの写真とか撮ります。あ、インスタに上げてる。あ、そうです、そうです。そう、あれすごいよね。その他のアイドルちゃんとかさ、撮ってあげてんじゃん。鼻毛をちょっと最近やってます。そうそうそう、言ってた。やってます、やってます。やめたい欲に駆られてきた。やっぱり。やっぱりパーン。やっぱりパーン。サバゲ楽しい。現実の方がならないように気をつけて。やばい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 。日本はやばい。日本やばい。日本やばい。ハワイとか行こうね。行こうだ。現実見なくていいから。なんで現実で打つのも考えた。一回やっぱ打ってみたいな。それあれ、あなたしょ、あなたシティハンターの。今、すごい、すごい今思いました。絶対そうでしたじゃない。ジェットワイルドが、テン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 。これが完全に流れ始めたから。知らないんじゃない、そもそも。そっか、名前は聞いたことあります。どのくらいかかるの、そのイバンキー。2時間半。2時間半。じゃあ今、住所ホテルに一応設定はしてるので。でもほら、降りてどこ行くの。あれは水上って空港率。水上はでもさ、途中で相談する。そうだから時間かかってるから。でもさ、あれ雪山にハマった時。あ、そう。でも3時間は優に走ったよ。そう、全然近い方なんです。ただ我々的には初めてのこう東北エリア、ホームエリアというか。私も運転東北は初めてです。なんか分からない。不穏な看板とか載せたじゃん。なんかお父さんお母さん、うん、気をつけて帰ってきて。怖い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 。なんかフラグでした。気をつけて帰ってきてねっていう看板で、怖い怖い怖いって言ってちょっと走ったら最後のコンビニって書いてある。やばい、怖い怖い怖い。まあまあやばい。まあまあやばい。まあまあやばかったよね。あれね、あれやばかった。いろんな意味でいろんなもの覚悟したもん。死にたくない死にたくないって途中言い始めて。
大丈夫だよ大丈夫だよっていう大丈夫誰にも響かなかったもん。あーバスでもこっちの車両にいたい、うん、安全に行こう。多分美佐子もそうする。自分の車だったら行く。ある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 だよね。知らない土地で下手な車線変更したくないんですよ、うん、ただ来ねえな。これ何待ってあのバスの車線この車線に、この車線で行きたいんです私は。そのうち左に曲がりたい。こう行けばいいだけなんですけど、うん、もうそれすらも今怖い怖い。初めてのトースター美佐子の運転バスいや普通バスです。私は抜くんですけどなんかしばらくしたらずっとこっち行っちゃうからその距離が分かんないですね。そう怖い。パッて行ったらあ曲がれへんやんけとか戻れへんやんけってことが起きる。そうですめっちゃめっちゃ目の前のバスめっちゃ禁止中ですか。車結構ちゃんとしなかったわかっちゃったんだけど大丈夫かな。いや私違う、うん、私の場合はあーもうバスじゃんと思ってこっち行ったら曲がれねえじゃんごめん道間違ったって言うよね。そう大丈夫ほらほらあー今のとこだったーっつって全部まあね、まあ、曲がって曲がって曲がりは戻るからそうだね。高速だよ。はい、イエイエイ。しばらく道なりですね。しばらく道なり。いや、ね、ジョバンドに乗るんだもんね。すげえ。ジョバンドですね。そうだね。ジャンクション的にある。ジャンクションあるサービスエリアが友部って言うんですけど、そこかな。ただ変わろうって。あ、でも大丈夫ですよ。駅は。むしろ帰ったの行ってるやつ。あるよ友部。何があるんですか。スタバ。あった。なんか私チョコレート。チョコレート。そうチョコ。超甘いよね。でも私あんまり好きじゃない。あ、甘くない。バレンタイン。甘いよ。甘いの書いてない。麦は甘党とかじゃないんですよ。これです。激甘党。え、クソ甘そうじゃん。いや甘い。これ足りないの。ちょっと。いや、めいちゃんもう行きないのかむしろ。チョコがむしろ決めなよ。富山にもある。ダメだ。ジャンプかもさまできた。
栃木それは栃木で合ってる。木と木が分かんない、茨城だけなんで。そこはね、大丈夫。栃木は栃木。自信持ってください。栃木県ってめっちゃ言いづらい。栃木県やばいね。